ポラードとシービスケットジョン・エム・ポラードは、カナダ・アルバータ州エドモントン出身の競馬の騎手。アメリカ合衆国やメキシコで騎乗を経験しており、特に1930年代のアイドルホース、シービスケットの主戦として知られる。ボクシング時代のリングネームから、クーガーというニックネームを名乗っていたが、それよりも赤みがかった特徴的な頭髪から、 レッドポラードというあだ名で有名であった。ポラードは幼い頃に石品に見舞われ、このため兄と共にアマチュアの掛けボクシングに参加するようになった。体格の良かった兄は成功を収めたが、ポラードはそれほどの成績を収めなかった。この掛けボクサーはその後もしばらく続け、騎手になった後も長らく兼業していた。 ポラードが騎手を志すようになったのは10代の頃で、その頃には、父から与えられた馬で乗り方を覚え、旧車で働くようになっていた。そして知人を後見人にすることを条件として父から、許可をもらい、ポラードは、アメリカのモンタナ州ビュートにある仮設移動競馬場で、クォーターホースの騎手としてのデビューを果たした。しかし後見人はほどなくして、行方不明になり、 ポラードはいきなり無一門になった。騎手になって1年間ほどは勝ちを上げられなかったが、1926年にエーサ・シー・スミスという調教師に雇われるようになり、同志の下で初勝利をあげた。その後メキシコのティフアナの競馬場でも騎乗するようになり、そこではジェリー・デュランという盲目の調教師の馬を担当して、6勝をあげた。 この活躍やポラードのデュランに対する気遣いが注目を集めるようになると、ポラードの株は次第に上がってゆき、後にラスマッガー調教師に契約対象が移された。ポラードは気象の荒い馬をなだめることがうまく、そういった乗り手の少ない馬で勝ち案を上げていった。1933年にカナダのオンタリオ州で帰乗し、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスなど、 ステークス2勝を挙げた。翌年には、ギャラントサーという馬で、メキシコアグアカリエンテ競馬場のアグアカリエンテハンデキャップを優勝している。また、この頃にポラードは調教中の負傷がもとで、外傷性の損傷を負い、右目を失明している。失明していることを明かすと、機手生命が断たれると考えたポラードはこのことを、誰にも明かさず、それまで以上に、 大胆な騎乗をするようにしてごまかし続けた。しかし成績は次第に低迷し、騎乗機会を求めてエージェントと共に各地の競馬場を放浪するようになった。1936年、イリノイ州デトロイトの競馬場に到着したポラードは、そこでロバート・トーマス・スミス長教師に出会い、その管理場であったシービスケットと対面した。ポラードは騎手候補として、 シービスケットに騎乗し、降りた後で、スミスに対して、あの馬には鞭を使わない方がいいと進言したことで、スミスに気に入られ、イゴシービスケットの主戦に据えられた。ポラード自身も、誰よりもこの馬を乗りこなせると自信を持っていた。またこの縁により、スミスの雇い主であったチャールズ・スチュワート・ハワードからも、徴用されるようになり、ハワードの持ち馬を多く担当するようになった。 ポラードは8月のフェアグラウンズ競馬場での競争で、シービスケットの主戦としての初戦を務めて4着、その2戦後のガバナーズハンデキャップで初勝利を挙げた。その後中部地区と東海岸の下級ステークス競争で勝ち負けを繰り返した後に、ハワードジニエの本拠地である西海岸に進出、サンターニタパーク競馬場での初戦を解消して、 サンターニタハンデキャップの有力場として名を連ねさせた。しかし本番となったサンターニタハンデキャップにおいて最後の直線で先頭に立ちながらも四角の右後方から来るローズモントの追撃を見逃して二着に敗れている。その五彩海岸で再び勝ちと名声を高め東海岸でもブルックリンハンデキャップなどで勝ち星を挙げた。しかし1938年に ハワードの持ち馬に乗って競争している時に事故に遭い骨折のため長らく入院生活を送る羽目となった。ポラードはこの際ハワードらにシービスケットの騎上の代役を友人でもあったジョージ・ウルフに任せることを進言しており同年のサンターニタハンデキャップはウルフ・ワンジョで行われている5月に入って復帰できるほどに回復したが6月23日に 再び調教中の事故で足を骨折し、再び入院生活に逆戻りした。また、怪我の痛みと気丈できない鬱憤を晴らすために、酒びたりになり、アルコール使用障害に陥ってしまった。同年11月に感知しないまま退院し、ハワードの持つリッジウッドランチを訪れたが、ここで転倒して再び足を折っている。 しかしこの骨折はかえって足の整形をしやすくなる。結果となり、再入院の後にリハビリを経て、ポラードは同じく故障からのリハビリ中であった、シービスケットと共復帰を遂げた。そして復帰戦3戦目にして、久々の勝ち星を挙げ、その翌戦サンターニタハンデキャップで優勝を果たしている。サンターニタハンデキャップの後、すでに満身創痍のポラードは一度騎手を辞め、 ハワードの手引きの下で調教師となった。しかし調教師としての家業はうまく行かず、再び機種に復帰している。この時、アメリカで初となる機種組合の結成に加わり、その初代役員として就任している。1943年には、第二次世界大戦の影響で、いくつかの競馬場が閉鎖されると、ポラードは兵器を志願したが、体格不良を理由に、 すべての軍から拒否されている。その後も騎修行を続けるたびに、あちこちの競馬場で落馬を経験し、そのたびに怪我をしては復帰するという生活を送ったが、結局大きなチャンスに恵まれないまま、1955年に引退した。引退後は、ロードアイランド州に家を構え、競馬場の郵便配達係や雑用係などで、生計を立てていたが、 体調は常に悪化し続けた。晩年には喋ることにも苦労するようになり、記者からのインタビューにも妻が変わって答えるほどであった。1980年にナラガンセットパーク競馬場の跡地に建てられた老人ホームに入るようになり、その翌年1981年に71歳で死去した。死亡の翌年、ポラードはカナダ競馬名誉の伝道入りを果たしている。 ポラードは身長が5フィート7インチあり、騎手としてはかなり長身であった。ポラードの娘であるノラクリスちゃんは、父の体格について、しなやかで細い、金星の取れたダンサーのような体つきと評している。ジョッキーとしては体格が良く、またボクシングの経験などもあり、仲間内での喧嘩には滅亡強かった。このため、しばしば揉め事の仲裁役や、 朝廷役をしていいたという幼い頃から古典文学や詩を好むなどの臨発さを持っていたが、一方で学校の授業を真面目に聞かない奔放さもあり、学校の成績は良くなかった。後年機種になったことを知った旧知の知人らは、ポラードが学問の道に進まなかったことを残念だったという。古典文学や詩は修正大事にしており、主に ウィリアム・シェイクスピアの作品や、ラルフ・ワールド・エマーソン作品、ウマル・ハイ・アームの、ルバイ・アート、ロバート・ウィリアム・サービスの、開拓者の歌などを愛読していた。特に、エマーソンの著作を好み、ポラードは親しみを込めて、ワルドヤと呼んでいる。ポラードは会話の際や記者からのインタビューにおいてもしばしば、これらの作品を引用しており、その語彙の多彩さから、記者からの評判も高かった。 しかし、シービスケット主戦の頃は、記者からしばしばその機上技術を疑問視され、特にサンターニタハンデキャップでの敗戦は、すべてのマスコミから、ポラードの責任だと求断された。一方で、スミスやハワードはポラードをかばい、攻めることは、ほとんどなかった。ジョージ・ウルフとは、カナダ西部などで競争していた頃からの親友で、共にティフアナ競馬場などで過ごした中であった。 ポラードは、ウルフの愛称、アイスマンは、自分が付けたと主張しているが、実際の命名者は別の実況アナウンサーだと、されている。ポラードの家族は、アイルランド系の移民ので出会った。父であるジョン・ー・ポラードは開発の進んでいなかった、エドモントンに移り住み、そこの土質を生かして、レンガ工場を建造し、当時の建築ラッシュに乗って、大きな財を成していた。 しかし1915年に工場が洪水に見舞われ、一家は人よにして没落している。父母はポラードが騎手になった後にバンクーバーの競馬場に一度だけ観戦に来たが、それ以来会うことはなかった。また、ポラードには兄と姉妹がいた。1939年の療養中に、ポラードは担当の看護師であるアグネス・コンロンと恋仲になり、 同年怪我が治りきっていないうちに結婚した。その後ジョンとノラの西を設け、また二度目の療養の際には、妻と共にリハビリを行った。アグネスは1980年に癌を患い、ポラードが死んだ1981年に後を追うように亡くなっている。アグネスはポラードから、右目が見えないことを知らされていた数少ない人物でも、あった。 ポラードは子供たちに読書を進めた一方で、競馬に関しては、一切関心を与えようとはせず、自分の気丈を見せようと競馬場に連れ込んだことすら、なかった。ありがとうございま